ジヨジヤ1、これが1位だ。いや、そんなこといきなり言われてもわかるわけねえだろ。なんでよ、こんなにわかりやすく作ってあるじゃない。素敵よね。何をモチーフにして作った尺 X8 だと思う？あ、これわかったかも。これってペリオンをモチーフにしたただ X8 なんじゃねえか。ピンポンピンポン、デルタ大正解。よっしゃ、思った通り。よくこれを見てペリオンがモチーフになってるってわかったわね。いや、これ見ただけじゃそんなのわからねえよ。これのレシピの名前がソレールを煮だったことを思い出したんだ。それをヒントに考えてみたら、姉さんにとって一番思い出深いペリオンなんじゃねえかなって思ってさ。もうレシピをヒントにするのはずるよ。それでもかなりすごいと思うわ。ペリオンをモチーフにしたって分かっても見た感じペリオンらしさを感じないもの。感じるでしょ。このぼちやつとした感じとか、この回路の形は店の前の通りと同じ型になってるじゃない。わかんねえよ、いくらなんでも。姉さんのよく知っていて、デルタみたいな発想ができる人じゃないとペリオンのモチーフにしたとは気づかないわよ。じゃあ名前をペリオニア8にするわ。これならさすがにみんな気づくでしょ。我がながらナイスアイデアだわ。それ妥協じゃねえのか。